会議中の代表者たち、または馬に乗ったコジ事ィスピットヘッドとノアの反乱は、1797年に連続して発生したイギリス海軍の水兵の大規模な反乱。二つの反乱はいずれも海軍の兵士による待遇への不満に起因するものであった。同様な不満に基づく小規模な事件はその年、他の場所でも発生した。その年は、 フランスの革命政府との戦争の最中であり、反乱はイギリスにとって極めて深刻な事件であった。イギリスの支配階級は反乱が拡大することにより、フランス革命のようなより広範囲の放棄の引き金になるかもしれないという強い懸念を持っていた。ポーツマス近くの停泊地、スピットヘッドにおける反乱は1797年4月16日に起こり、 5月15日まで続いた。これは、グリッドポート提督率いる、海峡艦隊の16隻の軍艦の水兵が、軍艦の生活環境と給与の低さに抗議し、その改善を求めたものである。水兵の賃金は1658年に決められ、ずっと固定されていた。それは40年前の七年戦争当時まではおおむね、妥当なものであったが、18世紀末の最後の10年間に、 起きた急激なインフレーションによってひどく目減りしていた。合わせて1761年に始まった船底を銅の外皮で覆う手法によって軍艦が船底の掃除のために港に戻る必要が少なくなったため海上勤務はさらに長く辛いものになっていた。イギリス海軍はこれらの変化に対して何の手も打たず乗組員の不満もなかなか理解しようとしなかった。 反乱は選ばれた代表によって引き入られていた。彼らは2週間の間、海軍本部と交渉を試みた。彼らの要求はより良い賃金、パーサーズポンドを自分のものにして良いとする習慣の廃止、水兵に嫌われている少数の士官の排除と、そして反乱に参加した者への無打ちと強制帳簿の免除であった。反逆者は彼らの間に乗り組んだまま通常の勤務を、 続けており、数隻を輸送船団の護衛任務、またはパトロール任務に咲くことを認め、また、フランス艦がイギリス近海に現れた時は、反乱を中断して、直ちに出動すると約束した。しかし、不審のため、特に反逆者への恩赦に関する不審によって、交渉は決裂した。そして、数名の嫌われ者の士官を陸上に送り返すという、 事件があちこちで発生した。この状況が一旦落ち着いた後、ハウテイトクが交渉の仲介に乗り出し、すべての乗組員の恩赦と嫌われ者の士官の数名の配置替え、それにパーサーズポンドの廃止と昇給を約束した。後に、この反乱はスピットヘッドの美風とあだ名された。反乱の指導者の名前は決着がついた後も明かされなかったが、時の噂では、 バレンタイン・ジョイスが首謀者とされていた。バレンタイン・ジョイスは、ブリットポート提督の機関、ロイヤル、ジョージの総打手の一人であった。反乱罪で、公主刑に処せられるリチャード・パーカースピットヘッドでの同僚の影響を受けて、5月12日、テムズ河口の停泊地の輪でも、軍艦、サンドウィッチの乗組員による反乱が発生した。 同じ場所に停泊していた数隻もそれに同調したが、他の艦はそれに加わらず、反乱を起こした艦の砲撃を避けて、外目に出て、そこに留まった。ノアにいた各艦は、スピットヘッドと異なり、部隊として統一されたものではなかったため、組織化は困難だったが、反乱側は素早くリチャード・パーカーを、艦隊の代表者総帥として選び出した。要求は5月20日、8項目に、 列挙されて、バックナー提督に示された。それは、恩赦と昇級のみならず、戦争政策の見直しや、さらには、議会の解散、速やかなフランスとの講和まで含んでいた。これらの要求は、海軍本部を激怒させた。海軍本部は、速やかな任務への復帰の見返りとして、すでにスピットヘッドでなされている、情報以外の何者も与えるつもりはなかった。判断者は、 不平から発した反抗を社会革命の始まりにまで拡大し、商船の入港を妨害して、ロンドンを封鎖した。さらに首謀者たちは占拠した船をフランスへ運ぶ計画を立てた。反乱が変質していくにつれ、一般水平の支持は失われ、一席また一席と反乱から脱落していった。スピットヘッドの反乱を無事に収めた政府と海軍本部は、 ノアの反乱の首謀者たちが乗組員たちの賃金と生活環境の問題を超えて明白に政治的な狙いを持ってきたことに対し情報をするつもりはなかった。反乱者への食物の供給は断たれた。そしてパーカーがフランスへの出港の信号機を掲げた時、それに従う船はなかった。そのほとんどは怒りを下ろして反乱者の砲撃にもかかわらず命令を拒否し、そして 反乱は失敗した。パーカーは直ちに反逆罪と海賊行為の有罪判決を受け、反乱のきっかけとなった軍艦サンドウィッチのホゲタの端から吊るされた。その後さらに報復として合計29人のリーダーが公主刑となった。他の者も無知打ち、習刊またはオーストラリアへの流罪を宣告された。ただし反乱に関係した船の大多数の乗組員は、 罰せられなかった。1797年9月、西インド諸島でフリゲートハーマイオニーの乗組員による反乱が発生した。鞭打ちから逃れようとして甲板に落ち手足を骨折した二人の水兵を海に投げ込んだ処罰への報復として主官のほぼ全員が殺害された。他にもアイルランド沿岸や希望峰でも反乱が起こり、それは スペイン沖のジョン・ジャービス提督指揮下の艦隊まで広がった。ありがとうございます。